次の孫七から1904年3月27日は大日本帝国海軍軍人。日露戦争での広瀬武雄とのエピソードで知られる。1867年に三重県安義郡磯山村で農業、次の孫大夫の長男として生まれる。小学校卒業後、大洋教員、巡査、監修を経て1886年3月に、 海軍水兵を志願し、二等水兵として、浦賀東栄に入営した。日清、筑波と転乗し、1891年から、松島海港委員付として、フランスへ渡った。日清戦争では、第五号水雷艇に乗り組み、異界英防災排除の行によって、君発刀白色投与書及び、年金36円を支給される。1899年には軍艦。 朝日開港委員付けとして、イギリスに向かい、帰国後に一等兵装へ昇進する。1903年6月からは、朝日乗組員となり、時の水雷町海軍少佐、広瀬武雄と、意気統合、日夜新食を共にした、万世京駅前の広瀬と杉野の銅像の絵葉書1904年の日露戦争では、第二回旅順口閉塞作戦で、広瀬武雄の率いる、 閉塞船、福井丸指揮官府となった。同年3月27日、福井丸が、旅順高校に接近し、まさに闘病自爆しようとすると同時に、敵の水雷が命中し、船底がたちまち避けて、浸水、瞬時にして沈没した。広瀬は直ちに乗組員を橋船に移して、人員を転覆したが、爆薬転覆のために戦争に降りた、杉野の姿がなかった。杉野。 おらんか返事しろ。という広瀬の呼びかけにも答えはなく、三度にわたる、船内捜索でも見つからなかった。広瀬は、橋船に移ろうとするときに、敵の砲弾に当たって、一辺の肉を残したまま、戦死した。この砲が伝えられるや、広瀬は中佐へ、杉野は上等兵装から兵装長に特進し、高六級禁止勲章並びに、勲六等単行局実章が追蔵された。 その死は、広瀬と共に検証され、万世京駅前に広瀬と共に銅像が建てられた。他にも日田五国神社などに、石踏みが建てられているほか、文部省商家、広瀬中佐の題材ともなった。まだ、出生地である、三重県鈴鹿市、磯山駅近くにも石踏みが建てられている。死体が発見されなかったことから、生存説がその死の直後から流れていた。 日本人が多く暮らした満州では特にその手の噂が多く天笠正彦の下で特務機関に所属していたという季節もある。終戦後の1946年から1947年には新聞やニュース映画で杉の平奏調生存が報じられた。捕虜から帰国した日本人の話として爆発後漂流していたところを現地人に助けられ帰国しようとしたが、 軍心扱いされて帰るに帰れず、そのまま現地に定住したというものである。仮に生存していたとしたら、当時ですでに80歳を超えており、またその後の続報もなかったことから、単なる噂の範囲内と思われる。孫七は妻に、自分が死んだらば、この一人は広瀬に預けて、海軍軍人にするようにという遺言をしたためて、出撃したという、父と同じ海軍軍人の道を進み、 終戦時には戦艦長門の艦長を務めた最終階級は海軍大佐。ありがとうございます。